795でございます、はい、さあお待たせいたしました。6時台はスタジオアルシェにアイドルが生登場でございます。今日のスタジオ生ゲストはこの方々です。モーニング娘。9期メンバーの福村瑞希です。よろしくお願いします。はい、同じく9期メンバーの妻子里穂です。よろしくお願いします。はい、お願いします。10期メンバーの石田由美です。よろしくお願いします。はい、お願いします。同じく10期メンバーの埼玉県出身工藤遥香です。よろしくお願いします。はい、お願いします。ということで、モーニング娘。の皆さんが来ていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ねえ、もう本当に若いね。ピチピチしてます。ピチピチですよ、本当に。彩菜さん、はい、吸い取ってきなさいよ今日。若いエキソードね。皆さんはあの何と呼びしたらいいんですかね。うん、あ、私は、うん、あの公式ニックネームが福ちゃんなので、福ちゃん、福ちゃんって呼んでください。福ちゃんね、僕の同期にも福ちゃんいますからね、ガリット中のね、うん、どうでもいいんだよ。どうでもいい、比べちゃダメだ。そしてはい、さやしは公式ニックネームはヤッシーなので、ヤッシー、はい、僕の同期にもいます。カリカのヤシロって言うんだけどね。ヤッシー、ヤッシーってあだ名で。どうでもいいじゃん。ドロー97年組って呼ばれてますけども、はい、大丈夫です。君たちもドロー世代もしかして。いえいえ、すいませんね、お世話でしゃばりまして。おじさん何言ってるのって顔ですごい見られます。おじさんどうしたみたいな。そしてはい、はい、石田は石田なので、うん、大石です。かわいい、大石。大石はもうね、トンネルズの高さん以来じゃないですか。大石という言葉を ね聞いたのは。そしてはい、私工藤はクドゥです。クドゥなんかあだ名荒れてね、なんか。いや最近っぽいんじゃない。最近はやっぱこういう可愛らしいクドゥみたいな呼びやすい方がいいじゃない。福ちゃんが一番この中だとね、まあ、うん、スタンダードになっちゃうよね、こうなるとね、うんうんうん、なんか私だけ普通ですよね。うん、なんかみんな結構普通にそのアイ、うんうん、もっとアイドルっぽくみたいな考えると、福ちゃんが、うん、いやもうちょっとアイドルっぽくした方がいいんじゃないって思うけど、うん、このメンバーの中だと福ちゃんが一番アイドルっぽい。確かにね、うん、確かに。この皆さんのこのあだ名は、はい、これどうやって決まったんですか。すずきさんが。なるほど、はい、そうなんだね。え、じゃあぶっちゃけ、うん、私嫌なんだけどみたいな方はいるんですか。嫌だとは思ってないんですけど、うん、私はあのメンバーにもファンの皆さんにも、うん、あゆみんって呼ばれてるんですよ最近。はい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 、大石ってあんまり呼ばれてないですね。あ、実際そうなんだ、はい、せっかくつけてもらったのに、はい、じゃあ自分としてはどっちだ、どっちかというと、もう今日はもう本音言っちゃっていいと思うよ。そうですね、ぶっちゃけちゃうとやっぱりあゆみんの方がいいです。鈴木さんすいませんうん、はい、他のみんなは。私は実は言うと大石よりももっと少ないんですよ、多分言われてる数が。ヤシ、そうなの。私リホリホって言われること、下の名前がリホなんですけど。かわいい、かわいいじゃん、そっちの方がいいアイドルなんだから。それはあの、うん、同じあの先輩の道重さゆみさんが、うんうんうん、あの私のことリホリホって呼んでくださって、そっからもうじゃあつけてくれたみたいなもんだ、浸透して。はい、じゃあ自分的にはどっちがいいの。私ですか、うんうん、ぶっちゃけですか、うんうん、ぶっちゃけちゃうもん、リホリホ。はい、鈴木さんすいません、鈴木さんすいません、2人背いてますよ。え、福ちゃんは、うん、私は結構先輩方からも福ちゃんって呼ばれるんですよ、うんうんうん、まあニックネームは あの私は満足してます。満足してます。それはえ、福ちゃんもつんくさんがつけてくれたの。はい、いや最初はちょっと、うん、あのなんかいろんな、うんうん、あんまり友達から福ちゃんって呼ばれることはなかったので、うん、ちょっとなんか違和感っていうか、うん、最初はあったんですけど、うん、今はすごいなんか福ちゃんでよかったなっていうか、うん、はい、福ちゃんでよかったなって、はい、周りにね、比べたら普通でしょ、はい、福ちゃんでじゃあなんか得したこととかあるんですか、うんうん、福ちゃんで得したこと、うん、いや、ないないよね。でも、福村さんだけ先輩にも福ちゃんって呼ばれてるのが結構羨ましかったりします。え、大石は、はい、あ、どっちがいい、あゆみん、あゆみん、大石。いや、大石です、そこは。あ、そこはいいんだ。でも、なんか先輩は、なんかみんな、うん、名字で呼ぶんですよ。あー、そっかそっかそっか。あー、石田氏だ。でもなんか私だけ、その、福ちゃんって呼ばれてるんですけど、でも、なんか怒られる前とかは、ちょっと福村来てって言われると、うわ、やばい。あ、なるほど。ちょっと、この後やばいんじゃないかっていう時があるんだ。思います。え、その大石ちゃんとあゆみんだっけ、どっちだっけ。大石どっちがいいですかね。大石とか、はい、そのヤシとか、はい、クドゥとかは、はい、その福ちゃんのことを福村さんって呼ぶんだ。それは先輩だから。私は同期です。あ、同期だから、大
たやしは同期なんで、うん、福ちゃんとか水木ちゃんとかって呼んでます。なるほどね、すげえいっぱい飛び交ってる名前が。クドゥは、うんうん、クドゥです。あ、クドゥか。みんなにクドゥクドゥって呼ばれてたんですけど、うん、スークさんはクドゥだよ、うん、クドゥなんだ、ギターみたいな感じだ。クドゥだ。でもほらクドゥだからね、発音的にはクドゥだから、はい、クドゥなのかなと思ったら違うんだ、クドゥです、クドゥなんだ、はい、それは自分的にはどうなの、自分的には別にそんなに。みんなはクドゥって呼んでくれてんの。みんなには最近ドゥって呼ばれるんですよ。ドゥなんかクドゥか、クドゥがクドゥクドゥって最初言われてたんですけど、うんうんうん、キューキューメンバーの鈴木香音さんが、今日ここにはいないんですけど、うんうん、鈴木さんがいきなりドゥドゥって言い出して、うんうんうん、そっから結構キューキューユキはドゥドゥって呼ぶようになって、まあ、呼びやすいっちゃ呼びやすいけどね、はい、ドゥだともう何々するみたいな感じになる。直訳しちゃうとね、2回言うんですか、ドゥドゥ、あ、ドゥです、ドゥ、1回目、はい、ドゥ、はい、ドゥ、連続で呼ぶときもあるってことでしょ、ドゥドゥドゥみたいな。いや、あんまりない、ドゥ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 みたいなところね、キツネ呼ぶみたいにね、キタキツネ、知ってる、キタキツネ、ルールルでしょ、そうしかも知らないんだけど、俺もう彩乃ちゃんしか知らないジェネレーションギャップですよ、ね、倍以上違いますからね、まあそんな、はい、皆さんのことをですね、うん、もっと深く知りたいということで、はい、こちらのコーナーに行きたいと思います。アイバンバンバンクエスチョン。さあ今から、皆さんにバンバン質問をぶつけていきますので、バンバン答えてください。はい、それではいきますよ。じゃあ福ちゃんから、福ちゃん、ヤッシー、大師、クドゥの順で、はいはい、答えていきましょう。はい、いきますよ。それではバンバンクエスチョンスタート。自分を構成している三原則は何ですか、福ちゃん。睡眠、読書、ハロプロ。なるほど、うん、ヤシ。睡眠、買い物、サイダー。うーん、なるほど。ダイシ。ダンス、睡眠、笑い。おー、うん、クドゥ。食事、遊び、ワンピースです。おー、なるほどね。続いての質問、モーニング娘。の中であなたはどんなポジションですか、福ちゃん。9期10期のプチまとめ役。うん、ヤシ。忘れ物チェック係。なるほど。チェック係。大師。真面目らしいです。もう、なるほど。クドゥ。弟です。弟、うん、後でゆっくり聞きましょう。うんうん、続いての質問、モーニング娘。の中であなたは、どんな、ポジション、例えばだったり先輩になりたいですか、目指してますか。福、ちゃん、ちゃんと後輩を引っ張ってあげられる、モーニング娘。の歴史をしっかりと背負える先輩になりたいです。ヤシ。みんなを引っ張る人になりたいです。大志。オンとオフがはっきりしている人になりたいんですか。そういういい意味で今はっきりしてないですね。クズ。新垣梨沙さんのようなしっかりしていてみんなのことをしっかり見れる人。なるほど。続いての質問です、一番印象に残っている先輩からの注意は。福ちゃん。はい、田中さんから自分では気づかないところを注意してくださったことです。怪しい。高橋愛さんに自分だけがかっこよく踊っててもみんながまとまらなかったらそれはかっこよくないって言われたことです。的確な注意ですね。続いて大志。新垣さんに言葉で伝える大切さを教えてもらいました。深そうですね、なんかね。クズ。はい、田中玲奈さんに新メンバーとしてということを教わりました。あ、なるほど。新メンバーとしてのこの心づもりというか、立ち位置というか、なるほどね、そういうのがあるんですね。すごいです、部活みたいですね、なんかね。ね、部活みたいですね。続いて、9期メンバーから10期メンバーに、10期メンバーから 9期メンバーに一言、ふくちゃん。はい、4人とも積極的ですごく羨ましいです。でも、喧嘩はほどほどに。喧嘩？ねえ、なんか生意気だぞ、てめえらって言ってるような感じですね。続いて、ヤッシー。少しは遠慮を。もう10期そうなんだ。大志。もっと厳しくしてくれても。甘やかし、なんだかんだ優しいんだね。なるほどね、はい、あんたたち生意気よっていうのに対して、うんうん、おめえらが悪いんだぞって。金なりさん。くる。はい、もっと仲良くしてください。もう、どういうことなんでしょうね。最後の質問です、はい、今後挑戦してみたいことは何ですか、福ちゃん。
モーニング娘。で子供番組をやりたい。うん、やし。